スコアかマジか。ちなみに多分クリアできないです。クエストを引き合うの後にやんか。スカイやると普通に敵の攻撃をゆっくり強くできます。融雪回春。はい。ふっ、死ぬ人吃鸟断动作关火冲奇迹困击无神智势如招生，火气奉行，那么快的来接招？你可融雪回春，清风旅行，那行的啊。180秒だからやっぱりダメージちゃんと避けてしっかりドミンシン出せる動きをすれば満足なりそう。ワンレイファーシュン一番寒日現世もうダメそう。真理的通途一道惊醒はいかないな。うん。三十七万人中で一人が倒せない。人生小撤。势如招生。
传行令。哼，传平齐七正经，离火天清，临战斗还能继续。您您您您您您您麻烦了，不会退缩，还要是有人说这样。好，继续更新。卖乖你看呢，万类化身火旗奉行，你可融雪回春，桎梏已破，离火天清，轮回吧，还能继续。哎，嘿，清风也行，转轮成风。嘿，不是的，破裂，邪气更新。丹皇行令，不许管，还能继续。大红莲华，泥声响彻，やめいちょってやっぱり難しくて、いや難しいですね。不是的呀，谁才是凡龙之鸟？真理的通途，离火天清，断心天神，老板寒日现世，邪气断金，融雪回春，邪气吞金。啊，なんか、なんかなんかな。タイミングがとりあえず忘れてる。これで、これどうんだ。仮に完璧に受けたとしてタイム足りんのかこれ。万類化身。真理的通途，势如招生。也行，赤灵数尽，一道惊喜，哼，这就是我们的关系。铃声响彻，大
红莲华。哼，天外天线。三皇行令，一招割手，转轮直派，先锋也行，重度轮回吧，当心桎梏已破。七吞金，哎，融雪回春。鬼火，天青，到我身后，还能继续。我们还要护御。断。寒玉现世。别有洞天，気がする。火力編成の連動。まそもそも会心ダメージ 270% 持ってる人が3分ギリギリでソロで倒してるの考えたらガバガバプレイの瞬間も一瞬だと思う。万内化身转轮直派。三皇行令。あーでもなんか回避能力当てたらちょっと決して出ないから結局すごい。間違いない。保持警惕。弥合弥生响彻。大红莲华。别有洞天。赤灵数尽。诸神随神智诸胜在把握动若观火新的诸神火旗奉行最後ってみたいなやつやってるのかな。うわー、ちぶ悪い。万内化身。不许管。寒玉现世，别有洞天。中土之间，融雪回春。产品。转轮直派。先锋。也行，一招得手，还能继续，胜在把握。迷宮の高難易度ってダークソウルしなくても難しい。ゲームスキルが速いゲームって自分苦手なんですよ。ダクソキーはまあまあ楽しかったけど、ニオケールが結構苦手だったし、ミーチョーバスの方は同じ香りを感じる。三皇行令。真理的通途。ダメージを受けないように。
これやっぱあれですね、ちゃんとストーンセギラ攻撃開始できるかどうかで、まあ、ほんと、うん。火力は多分、あれなんですよ。こんばんは、どうも。火力は、足りてないけど、ギリギリいけそうなラインは多分いってるんですよ。なんでどうしてないかっていうと、結局敵の攻撃のパターン読めてなくて、覚えてるけど、まあ、時間足りないから攻撃をそうとして、結果的に時短が増えて、まあ、白紙とかに切り替えて、まあダメージ出せない時間も増えて、その結果タイムを押してるって感じなんですよね。だから多分うまい場に行けば全然いけそうではある。转轮回放心理出神谁才是凡龙之鸟万物化生转轮回放任随神智到身后寒玉现身离火天机动若观火赤灵属性杨飞生物轻松任随神智真理的通途丹皇行令这里让他一起说的话十分也是一个隐形这个方式差不多有给的但不然能过一下对不对对那个当面是能睡前的厉害的时候生命之速不要心理出神赤灵属性任随神智心理诸神谁才是凡龙之鸟呢
万物化生。到我身后，大红莲华，重启启动机。声响彻，到我身后，桎梏已破，返回神智，火旗奉行，出，到我身后，转轮重开，快救死嘞！那やっぱり理解路ですね、これ。理解度足りてないが結局厳しくなってるだけ。うん、パチさんにここをバクリアできたとしても、もう片方は多分クリアできないんですよ。ありがとうございます。まあ無事一応クリアできました。まあ自己満足みたいなもんですけどね、これも。うん、まあ、できるのが分かったわけで、もう収穫可能。こっちが多分無理かな。根子が育ってないし、あ、音大側のスコアも足りてないし、モチーフ引けてないから多分、それもあって余計にきついんですよ。あー、まあでも、インディーがうまい具合に仕事してくれればなんとかなりそうではあるけど。で、これも調整するにしても結局は育成しないとガオは終わるかな。ベリーナいないです。持ってないですね。そもそもこっちにその挑戦できるキャラクターはいないですね。うん、あ、足りないに、まあ、足りない、足りない。メインアタッカーを張れるキャラクターはカカロぐらいしかいない。まあ、育成できてないし、まあ、ディーン4を、育成できてないし、まあ、キエントが引いてたらまた違ったんでしょうけど、今回は引いてないし、うん、まあまあまあ。なるほど。とりあえず、今、クリアできた時でも全然ありやだわってですね。そうみたいですね。なんか結構人の動画とか、人の動画といえば人のスクショ?まあ、そういうの見てても大体なんかこの辺の3層までは、消滅主人公とか添えて、まあ一人でクリアして。で、残りを、まあなんか、調理、短期だとか、調理と、参加と、ベリーナとか。まあその辺でクリアしてるみたいな。まあでも、うん。エンドコンテンツのこれが、クリアできただけで、まあ今は満足かな。結局この辺もなんか手出しまくってくると、これクリアするためになんかキャラクターの凸だなんかやりたくなってくれなーとか、まあ別に欲しくないキャラクターも、まあとりあえずこれクリアできるから取っとくかーみたいな、なんかそういうことやって無駄にお金使っちゃうことになると思うんで、うん、